いよいよ審査も大詰めに迎えているようですけれども、いっぱい入れたいんだけども、時間もあれなもんで、プチ審査終わりにしたいと思います。小松さん、いいですか、ね、はい、はい、それではじゃあちょっとお話しいただいていいですか。最初ちょっと皆さん含めてお話したんですが、規格外のものを外させていただいたら、あそこに一点山ののがありました。ですから、これとてもいい写真なんだけども、今度のこの求めているとはちょっと違うもんで、下ろさせていただきました。それからここまではまだ裏は誰が出されているのか、ここにいらっしゃってる方のもあるのかどうか、私でも全く分かりません。それで一応二次審査に移らせてあります。で、一次審査は、こんな考え方で取りました。審査上テーブルで作品を上を見て上向きに並べますよと、順不動ですと。で、規定作品を除くと、それから、ここでですね、類似作品が出てきました。ですからそこでね、できるだけ写真的にいいものというふうに選ばせていただきました。で、今度二次審査に入りますので、これについてはもう十分見ていただいたと思いますので、点数をそれぞれ審査員の方に渡します。で、そこに今度は、八谷院長さんと、それから曲谷さんも一緒です。お金入っていただきました。今度、伊さん全体で見て、町でこういうものがやっぱり力あるよというのについておいでいただく。それから曲谷さんもさっき申し上げたような中で、私目ではわからないんですよ、この着物のね、着方、例えばこれとこれだったらやっぱりこれがいいよとか、そういう方向でやっていただけませんか。写真的には私どもはそこまで選ばしたい。で、あとは点数を入れた中で数の多いところからですね、上位まではみんなで後ろをはぐらしていただいて、そして決めていきたい、こんなふうに思っております。よろしいでしょうか。それじゃあ、5点がですね、5点が2つございます。最高にいいというところを入れてください。これは3点が3名ございます。だから1点が3と2はあんまり差はないと思うんだけど、まあ、1を1、3名、これお一人公平になります。それから5、3、はい、ありがとうございます。じゃあ、オンさん、一つ最高いいと思うのが2点、それから3が3で1点、3点、こういうことです。順番はどれから入れていただいても結構です。ボトムアップでやって、引き上げていくっていう考え方で来てますので、よろしくお願いします。点数が入れられまして、はい、とりあえずそういうことで、これで一生懸命取っていただいて残り下げるようなんてことできませんので、そういう気持ちでやらせていただきます。あと落ちないかな。はい、これ1点ね。はい、1点から始まりますからね。なんかいいのがみんな集まってきたって感じだね。どうですか、これ6点あといいでしょうかね。はい、ないね。はい、じゃあそこでいきましょう。はい、それじゃあその点数を、多いのからまず多いのです、はい、それで、うん、これ今暫定ですけどね、それで初めて1の4、中山秀夫さん1の4、なんで15点、はい、その方が15点、はい、よろしいですか。そしたらこれはい、これ裏やっていいかな。いや無理、乗せとけいいの、乗せとけいいですね、いいですね、いたんじゃね、それで名前が分かるからね、中山さん、はい、次が10、
14点、うん、川田博正さん13の3です。13の3、庭園のひとときが14点、これは事前に全部整理していただいてますので、はいはいはい、